あることを考えてたんだ。おかしくないか判断してくれ。見てみろよ、俺のこの腕は仮想部の職人に作ってもらったんだ。ベロブルグでも最先端の技術でな。でも列車に乗ってからお前らが日常的に使ってる設備は俺が今まで見てきたどんな科学よりも進んでるってことに気がついたんだ。もし可能ならもっと威力が上がるように誰かにこの義手を改造してもらうべきか。それいいな。攻撃力が高い武器があれば一度に100体の烈海のモンスターに遭遇しても余裕だろう。よし、じゃあ早速姫子さんを探して話をしないとな。ん？だって姫子さんは銃とか大砲みたいな武器に詳しそうだろ。なんだ、俺の勘は外れてるのか。